ようございます。みんなごめんなさい、あの7時半とかめっちゃ嘘ついてました。本当に嘘ついてたってわけじゃないけど、なんか今日公演あるから、やっぱりなんか公演中はなんか厳しいから、だから30分早めてやることになった。8時までです。だからね、今日ねもうね朝早く起きてね準備した。あ、まだ朝ごはん食べてなくて、これからちょっといただきたいんですけど、すいませんね。ちょっとだけ焦がしちゃった食パン。でもこのくらいがね、まあまあまあちょうどいいんじゃないか。いただきます。やばい、お腹が空いてるからお腹が鳴ってしまう。お母さんが最初に焼いてくれて、で私が取りました。ちょっと意味わかんないね。お母さん本当にさ4分でやるからさ焦げちゃうんだけど、3分くらいがいっちゃんちょうどいいの。嫌だ、お静かに。どうなんだろう、お母さんは焦がしてるのが好きなのかな。ハートありがとう。朝はパン、おはよう。これねあんまり見えないけどシート敷いてて、メロンのシート敷いてる。来ましたか、今ですか、今アップされた、マジよかった。おお、今アップされたんだ。あのこれ
この写真上がってるでしょちゃんとあげました、みんなに見てもらいたいから。ありがとう。確かにパン厚めだと多分パン厚めかもしれない。おはよう。あのね、夕方はちょっとできなくて、学校の関係で学生の時、学生は本当にイベント期間すごく大変いや本当にそうなの、時間が限られるから。本当はね、公演中にやりたいんだけど無理だから、そう、夜公演の後にやるしかなくて。なんでピスの時できたんだろうなんでミニはダメなの、同じメンバーだからかな。初見さんありがとう。ね、謎ですよね。おはよう。ハートありがとう。やった。5位になれた。じゃあ4位から3位まで、おー、いけるかな。ありがとう。私5位以内には入りたくて、本当に何を何でも5位以内には絶対普通に入るって決めてるから。うん決めた。なんだよ。
ありがとう。お菓子とお化け。初見さん、ありがとう。レインボースターもありがとう。確かに5位って微妙だね。でもさ、ビスの時めっちゃさ熱かったじゃん。争ってたよね、ビスの時。最終的に私は まあいい結果だったんだけど、ね、だけどさ、ビスでさ、結構なんかあれ、あ、みんなさ協力してくれたから、だからなんか本当に申し訳ないんだよ。ごめんね、ミニがあればあれだったけど。ごめんなさいな。ごめんね。でもさ、なんかこの4期のイベントもさ、めっちゃチャンスじゃん。だから、頑張らなければいけない。お母さんに飲み物いらないって言ったけど、やっぱりいるかも。確かにいいこと言うね、本当に。あ、実はお母さんもいなくて。多分私のお家に今ワンちゃん一人かも。誰もいないかも。だからもうダメ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 。お母さんもうお仕事行きました。
別にいいけど。おはようみんな。もしかして今7時半だったりする？ワンちゃん今7時半とか。え、そんな早い？なわけないよね。7時半、18分、全然違った。みんながやけにおはようが多いからもう7時半かなって思ったけど全然違った。お姉ちゃんありがとう。流れ星星。おはよう。やばい。なんかそわそわしてきた。学校なんでね、そわそわしてきました。うわやばい。まあ4位は行きたいけど、まあ今日中でも今日の教科は何ある？やばい、あんまよくわかんないんだけど、でもね、昨日モノマネした音楽があって、ちょっとまたギターなんだよね。どうしよう、本当に弾けないんだけど私ギター。音楽いや自分で選んだ選択科目なんで。ちょっと嫌かも。絵描くの苦手だけど美術にすればよかった。猫踏んじゃった？私弾けない。ギターで猫踏んじゃって弾くの。難しい。まだ弾けないのに何も。ちょっと選ぶの間違えたかも。確かにギターの猫踏んじゃった聞いたことないね。ベルベル絶対むずい。アイスレモネード、私そもそも本当に何も弾けないから、そもそもね曲自体も無理。まだどもそもわからない。本当にわかんない。もうテストもやる気ないから。
別に鑑賞だったら全然楽なんだけど、ギターとかそういうの無理。30分だ、絶対そう。そのごめんなさい、30分早めました。公演中できないってことなので30分早めたんです。メリーさんの羊わかんない。あ、まねえ、ちょっと、ね、何その言い方、いやだ、ひどいひどい。まあ私もちょっとはまだかなって思ってて、今24分ぐらいか。前髪切る？いや、切ったばっか、めっちゃ切ったばっか。さすがにもうこれで切っちゃったらすっごい重いになっちゃう。お姉ちゃんが知らない間に3位にいた。偉そうにパンプキンの上に乗ってんじゃないわよ。いやでもごめんね、投げてくれたから全然嬉しい。死ぬ。かぼちゃの上乗ってんのおもろいよ。面白い。薄みだから面白い。やだ、団長に2人もいる薄みが。あ、青いパンプキンの目、確かに青いね。パンケーキ、間違えた。パンケーキって言われてた、どうしよう。 ATM はおととい行ったって。おととい行ったらしい。初見さんありがとう。足が冷たいの。一緒に寝ても行きたい。冷たい靴下履きたいの。おはよう。足元ヒーター、確かに。めっちゃ電気代かかりそうだけど、しょうがない。だって冬は寒いんだもん。まだ冬じゃないかもしれないけど。
嘘、コンセントがもうないって思ったら上にあった。おいさ、スイッチオン。いや冷たい風、まだ冷たい風しか来ない。当たり前だけど、つけたばっかなんか来るわけないって分かってる。にゃあ、でももうあったかい。わ、素晴らしい。初見さんありがとう。おはよう。今日、今確かに、でも火災起きたらどうしよう。これ起きないか。なんかめっちゃ臭いんだけど、1年ぶりにつけたからかも。あったかくなってきた。なんかね、ミニヒーターって感じ。足元用のヒーター。ちょっとくちゃい、くちゃいです。周りに何もないよ。言っとくけど、私後ろじゃなくて前に置いたヒーターを、足元のところに置いた。大丈夫、めっちゃあったかい。でもなんかさ、足元だけあったかいとさ、他のところがさ鳥肌立たない。なんていうのか、なんか足元だけあったかいとブルブルしてこない。なんて言えば伝わるんだろう、ちょっとよくわかんないけど。愛してる、ありがとう。部屋の換気、確かに。いや、あったかい。だって私も爪が青白い。こっちもそうだけど、あんまり見えないか。あ、こっちがもっと青白かった。でもみんなからこれピンクにしか見えないよね。でも青白いの結構。で、足がやばい。足の爪がめっちゃね、もうね終わってる。初見さんありがとう。私冷え性なのかな。私よく分かんなくて、なんか夏はめっちゃ汗かくし、冬は本当に寒いし、寒がりだから、だから本当にどっち、え、冷え性なの、よく分からない。暑がりの冷え性。両方ってこと。外寒いかな。でも寒そう。どっちなんだい。え、私ね、足先用のカイロをね前ねつけたことがあるんだけど、なんかね、なんかあんまり意味ない。うん、
すごい違和感しかないし、そんなにあったかくなんないから多分やる意味ないんだよね。ヒートテックか、確かに。わかんない。でもなんか最高が25度らしいね、みんなが言ってるから。バイバイ、お仕事頑張って、いってらっしゃい、ありがとね。まあ今朝だから多分寒いだけで、これから気温が上がると思う。今は朝だからね。わあ、ありがとう、たくさんのパンプキン、ありがとうね。すごい、私25度でも長袖じゃないとすごい無理、半袖余裕なんだ。確かに夜はねまた冷えるからね。まあどっちみちあったかい格好して行った方がいいか、なんか羽織るもの持って行った方がいいかな。そしたら安全じゃない。やば、今外15度、いやー寒い。あっち、おはよう。グレイト、お菓子ありがとう。あー100キロありがとうね、ありがとう。お化け、はい、ルルルル、震えてきちゃうわ。26日の公演当たったらあーちゃんのうちは持っていくね。あ、ありがとう。じゃあ当たるように祈っとく。オッケー、これで当たるはず。もしダメだったら、うーん、まあまあなんかなんとかする。謝る。このアバター、誰？おはようございます。お化けありがとう。大丈夫、絶対当たる。よし、じゃあ絶対当たるように祈っといたから、絶対に当たると思う。うん、ハト、ありがとう、おはようございます。
してる、ありがとう。初見さん、ああなんだ、びっくりした。びっくりした。そろそろ無反に着替えよって。ああやっぱアバター変えると本当にわからない。だいたい私アバター見て覚えてるからびっくりする。かわいい、ありがとう。キラキラ光る。やば、あ、そういうこと、無音モードだから、そういうことね。あ、今理解したよ、そういうこと、そういうことね。うん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 、なるほどね、そういうことか。お菓子ありがとう、ハートありがとう。無音に、じゃあ無音にするときにそのアバターに変わるってことですかね。はい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 、確かに分かりやすい。52万ポイントだと、いやー、まあ別にこの夜に本気出すから、今は朝で本当に何もできてないけど。ああそういうこと。え、そうなの、嘘、マジで、こんなにもう下がっちゃうのね。面白っ、イベントって本当に面白い、結果がどうなるか本当に分かんないから。受験さんありがとう。夜はどんな予定、うん、特に考えてないんだけど、だけどもちろん今は学校だからこんなすごいもうきっちりしてるんだけど、またミニっぽく仕上げていきたい。けど時間あるかな、やばい、服決めてないかも。なんだっけ、だやばい、ちょっと待って、やばいかも、どうしよう、やばい。え、何にしようって話してたんだっけ、やばい、どうしよう、決めないと。で、もうお洋服も髪型もなんだってそうだけどさ、しなきゃいけないからもう頭がいっぱいいっぱいになってしまう。ああいろいろと、お菓子ありがとう。そうなの、今日は公演があるので8時半からやるます。そう、ご飯も食べなきゃだから、本当に忙しい。
やばい、なんか寒くなってきた。いて、ぶつけた肘。よし。ネックウォーマーみたい。ん？ネック、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 を、まあいいや。え、落ちた。スターが落ちちゃった。ネックウォーマーか。本当は制服に着替えたいんだけどね。ちょっとみんなにそろしちゃいけないので、まだパジャマです。ネックやっぱ首か。私もそうだと思った。ギターにもネックがあるよ。なんだっけ、学校は遅れないように。うん、大丈夫、いつも余裕のよっちゃんで着くから。いつも早めに行ってるからね、安心、大丈夫。安心して。でも私お布団は2枚重ねで寝てるので、あったかかった。うわー最高かも。家出たら隣が学校。でもありえない。さあもう寒すぎるから、もこもこデビューだよ。パジャマも裏着もあったかい。え、ほんとだよ。でも隣の学校だとみんなに知られてしまうから。しかも先生だって行き放題じゃん。困る。うん、ゆうゆうのよっちゃんは今も普通に使う。私だけかもしれないけど、普通に使うね。隣だとね休みにくいかも。ちょっと気まぜっと。ね、そういつでも家庭訪問できちゃうからちょっと良くないよね。お姉ちゃんが代わりに歌ってくれた。特別不意にあくびが出る。それな、ちょっと隣だとチャイム聞こえちゃうから結構迷惑かも。私がいちいちミュートにしなければいけない。もうずっとミュートにしちゃうかも。そんなの、あーわかる。なんかね寒いよね、外出れない。確かに運動会とかやると超うるさいですね。
本当にうるさすぎて。寝てらんない。お菓子ありがとう。いやもうそろっと時間かな。7時45分ありがとう。やばい、あーもう行きたくないわ私。もう行きたくないです。皆さん公園出たいんだけど普通に。学校行かないで公園出たい。いや休んじゃいたいぐらい。本当に。だけど私たち学生だからそういう平日公演がそんなに出れなくて、この間は本当にすごい久しぶりに出れたって感じだから、だからなかなかないんだよ私平日公演。だから困っちゃう。また出たいのに。受験さんありがとう。あたち可愛くない。痛いっす。やばい、あくびの連発。初見さんありがとう。やばい、まだ寒い。こんなにヒーターをね、なお20分くらいつけてるけどまだ寒い。かわいい、ありがとう。ヒーターまあ確かにまだ早いかも。さすがにまだつけないけど、本当に最近夜寒いからさ、もうお風呂ずっと使ってなきゃ、のぼせるまで使ってなきゃ。お風呂上がり超寒いから。そっか、私今年扇風機出さなかった。エアコンでなんとかしてた。げ、こたつつけてるの？早っ、早いよ。超早い。でもそう思って、今北海道は
もう雪降ってるし、ゲゲに早いね。もう北海道とかね、東北とかね、確かにさすがにもう雪降ったから、降っては降ってからじゃこたつはもうあれだけど、 あるのはすごい当たり前かもしれないけど、ていうかこたつに入ったらさ、本当にさ、なんていうの抜け出せなくなる。こたつは悪い子、いけない道具道具物。なんか新潟の CM ってさ、冬になるとさ車だったりさエアコンの CM あるじゃん多分もうその CM やってるよね。タイヤだったらもうなんかそれも CM ある気がする。冬のまあどの県もそうだと思うけど、ありがとうくまちゃん。もう早っていう時期に CM するから、タイヤ始まったよねタイヤはねそうそうそう、セブン、それだ。7時55分、ありがとう、お化けありがとう。痛くなってきそう。お化けありがとう。寒い。お化けありがとうね。寒いけど車洗車しよう。なんかえら、寒い日なんかそもそも外に出たいって思わないからね私はもうご飯食べたの先ほど。仕事行ってきます。あーちゃんが答えへんだけど頑張れ、ありがとう。なんだろう、学校行きたくなくて、あごめんごめん、私今お腹減ったって聞こえた。私今お腹痛いって言ってたごめんね、わかる、そう聞こえちゃうよね、ごめん。今私ねお腹痛いって言ってたの寒いからお昼ラーメン食べよう。いいね、羨ましい。まあ私もお昼はお母さんの愛情弁当があるからははっ、学校にポイとね。確かに。わ、58分なの、嘘でしょ。男女読みます。13位、松田さんありがとうございます。
中にリーナリアさんありがとうございます。11位リュウマさんありがとうございます。10位キュウリ担当さんありがとうございます。9位お姉ちゃんありがとうございます。8位カツサンドさんありがとうございます。7位ジンさんありがとうございます。6位チタさんありがとうございます。5位トシオヤジさんありがとうございます。4位お金持ち先生さんありがとうございます。3位マサボーさんありがとうございます。2位シジュウカラさんありがとうございます。そして1位トシボーさんありがとうございます。で14位名古屋の山っぴさんありがとうございます。学校頑張るんるん。ギャッ、あと10秒で切れてしまう。バイバイ、みんなありがとうね。